どうもこんにちは、トムテラスカでございます。髪の毛がいよいよ伸びてきましたが、ついに美容院とか言ってる場合じゃない状況になってまいりました。こういう動画を出すのもどうかなと思ってめちゃくちゃ迷ったし、本当は出さない方がいいんだろうし、もしかしたら消すかもしれないですけど、機会なのでいろいろお話しさせてください。まず緊急報告ですね。骨折その後どうなったのかっていう、先週日曜日に肘の骨を折ってからちょうど1週間が経ちましてですね、それで病院5件巡って、今のところもらってるのが骨挙細胞腫もしくは骨肉腫の疑いっていう、まだ疑いなんで分からないです、細かいことは。でレントゲン CT MRI 撮って全部画像診断したら、その2つが有力だと。で、骨腫瘍には良性悪性あって、その中間って言われてる骨挙細胞腫が今有力視されてる。でも画像診断ってあくまでもう当てでしかないから、実際切って開けてみないとわからない。で、もしかしたらその悪性のちょっと命がやばいくなる可能性もあるような骨肉腫っていうの可能性もまだ捨てきれないらしい。なので火曜日26日から都立のがん感染症研究やってる病院に1回入院して、で27日の水曜日に手術して1回取って、でそれを検査してっていう感じですね。今回だから3泊4日ぐらい、まずとりあえずまず入院と、その後その検査の結果を見てどういう治療をしていくかっていうことを決めていくっていうことなんですけれども、正直結構怖いんですよ。どうなるかまだ分からないっていう、単なる骨折かと思ったら先週の今ぐらいかも、恋しいんですけれども、ちゃんと病気だったっていう、いろいろ不安になっちゃってですね、寄せばいいのにいろいろ見たんですよ、なんて調べたり、そしたらいろいろ出てくるでしょ、何百万人の人とかさ、致死率何パー、生存率何パーセントとか、 YouTube とか見てみたら、僕もその骨挙細胞腫にかかって4ヶ月半入院しましたっていう人もいたし、だからもう時々っていうか、もうやばいんですよ、絶望感が。けれどもとりあえず死ななきゃ何でもいいやっていうことなんで、とりあえず今言われてるのはパッてレントゲンで見た感じだとですね、一応肘の関節とか腕を切除するってことはなく、残せそうっていうことなんですね。ってことはこれ肘を残せるんだったら命に別条ないのっていうちょっとことだけ気になってるんですよ。もう本当こればっかりはもう僕とその主治医の人しかわからないんですけど、今そんな状況でございますと。結構闘病生活長いかもしれません。で恩礼に関してはもう本当にちょうど同じタイミングっていうこともあるんですけど、SNS での誹謗中傷を苦にとある方が自殺してしまったっていうことが今めっちゃ騒がれてるじゃないですか。で僕もちょうど同じぐらいのタイミングでですね、普段から来るんですよ、ちょいちょい。こんな僕にも、こんな程度の僕にも結構ちょいちょい来るんですよ普段。めちゃくちゃ無視してるし流してるんですけど、来ることには慣れてるの、対応の仕方は慣れてないんですよ。ちょうどその3日ぐらい前かなに来たのがちょっと限度超過していったんですけども、僕が一つだけ言いたいのは、最後に終わった後にこれからも応援しておりますとか、一個人の意見ですとか、そういう言葉あるじゃないですか、綺麗な言葉。それを付け加えたからって言って真ん中に何言ってもいいってことはならないんだよっていうことだけ伝えたい。もうその誹謗中傷がいい悪いとかさ、こういうことを送っていい悪いっていうのはもういろんな方々が今声を上げてらっしゃるから、そっち見てください。僕が言ったのはこれだけです。もういろんな芸能界とか配信やってる人、タレントやってる人、 YouTuber の人とか、もうその人前に出て何かをする人に関しては必ず声が言われるんですよ。有名税でしょとか、人前に出てる時点で何か言われるのは覚悟しろとか、なぜか我々に関してだけそういったものが適用されるらしい。でも僕もそれは理解できるんですよ。自分を商品にしてね、人前に出ようとしてるんですから分かるんですけど、その是非は置いといて、例えば100人の人がものすごくかっこいいね、面白いねって言ってくれたとしても、1人が面白くない、調子のないとかいうことを言われたら、その1人の人の意見ってめちゃくちゃストーンって引っかかるの。魚の骨が喉に突っかかるみたいに、100人のいい意見ってそれは相殺できないんですよ。それと一緒で、その一人の人がこう送ってくる批判とか誹謗中傷コメントに、これからも応援してますとかいろいろ言いましたが、一個人の意見ですのでお気になさらないでくださいねとか、そういうことを書かれたとしても、真ん中に結構な強烈なことが書かれてたら、もうそれだけが目に入ってくるの。その他のフォローの言葉なんか目に入んないんですよ。そのことをもっと自覚して人に何かを送ってくださいっていうことだけ僕は言いたいです。で結構その僕のところに来たところも、そのテンプレ通りのクソみたいなものが来ましてですね、これ別にこのコメントがきっかけってわけじゃないです。本当に今悲しいことが起こってしまって、同じ手目でこれが来たからっていう話なんですけど、いきますね。いつも動画投稿お疲れ様ですとか、ライブ見時代から何度か配信見てましたとか、最初これ入りがこうなんですよ。終わりの方にも、アンチでも何でもないので気を悪くされたなら申し訳ございません、お体の方どうかご自愛くださいっていう。でもこういうその入りと終わり方をしたからって言って真ん中に何を書いてるわけじゃない。この人すごいですよ。このアカウントに投稿されている動画全てにいることですが、こんな動画誰が見るの、こんなって言ってるからねとか、全く需要がないとか、有名になりたいって言ってることはただの承認欲求ではないでしょうか。 YouTube に動画を投稿することが今知ってる努力だと思ってるのでそれは違いますよとか、すごいぞこの人、もうバリ雑魚になるし、夢見がちな自己承認欲求の塊である醜い現実から目を背けないでくださいとか、応援してたらこんなこと言わないでしょ。極めつけこれなんですよ。僕今結構冒頭にね、こういう状況ですって、結構やばいって言ったじゃないですか。あなたが骨折したことなんかっつってるわね。誰も知らないし興味もない、それが世間の声なんです。
でそれでもうこの一番最後に微量ながら応援しておりますって書いてるけど、本当に応援してたり本当に見たりしてる人はそういうこと言わないんですよ。一番しかもタチが悪いのは言ってることは正論なの。だから多分この人悪気も何もないですよきっと。ただ俺は思ったことを伝えただけ、正しいと思ってることを言っただけ。お前は人前に出てるくせに正しいこと言われたらダメなのかと、思ったこと言っちゃいけないの伝えちゃいけないのってきっと思ってると思う。いいんですよ別に、人前に出てるんだから10人が10人俺の動画見て面白いとかかっこいいとか思ってるの俺も思ってないよ。絶対に何人かは好かれる、嫌われるし、あの面白くないと思う人もいると思う。それは覚悟してるの。でも伝え方ってあるじゃんって話じゃん。別にいいよ思ったこととか批判とかは本人に伝えても、やってる人もね、どこかではそれ批判とかは覚悟してるの。でも悪口とか誹謗中傷まで覚悟してないんですよ。だから伝えるんだったら、例えばですよ、お前の動画クソつまんねんって伝えるのと、ここは面白かったけど僕はもうちょっとこうしたらいいと思うって伝えるのでは、たとえ同じ内容だったとしても全く印象違うでしょ。俺はそういうことを言いたい。たとえ丁寧な言葉でサンドイッチしたとしても、真ん中にひどいこと書いてあったらそれだけだよって。相殺できないから、この言葉を送ることによって、内容じゃないです、内容とか、俺本当はこれも一個一個もう言い返してきたんだけど、それはもうこの際いいよ。本当にこの人まとわせるようなこと言ってんだけど、どんな努力してるかなんていちいち動画で出さないでしょ。なんで動画だけ見てお前俺の全て分かって気にして批判してると思ったけど、それはまあどうでもいいです。そこはこの辺に置いておきましょう。俺が言いたいのは、言い方あるでしょ。本当に微量ながら応援してくれてるんだとか、これまで見てくれたとしたら、骨折したことなんかとかさ、こんな動画とかさ、そういう言葉を見てきっとしないはずでしょ。この人は悪気があるのかないのか分かんないけど、ないんだとしたらマジでやばいし、あるんだとしたらそれはそれでもうちょっと自分の言葉を考え直してってことを言いたいだけです。まあ、結構こういった内容のことは今までも何回か来てたんだけど、本当にこれだけ強烈なことは久しぶりに来ちゃったんで、このタイミングでマジで人によっては割と結構心病む言葉遣いだからね。今後僕が来たコメントを晒したりとか、それに対して反論するのはきっとこれが最初で最後だと思います。結構ギリまで悩んだもん、出すのかどうか。まあ出しますよと、そういうことでございます。まあ本当に SNS 上でも現実でも変わんないですよ。一回その人にリプとかコメントを送ったら誰かがスクショして撮ってるかもしれないし、現実世界なんか直さないですよ。一度やってみた言葉は絶対取り消せないからね。ネットでもね、リアルでも同じ。一回言った言葉は完全に消せないの。だからこそ相手に何か伝える、特に批判とか意見とかいう時にはしっかりと言葉遣い、言葉選びをしっかりと自分なりに考えてからお願いいたします。以上。というわけで僕は、火曜日から入院手術に行ってきますので、僕が生きていたら